それだけは次にですね、電通第一弾に移らさせていただきます。これは私の甘がり図っていうんですよね。甘くないです。甘がり図ですね。私は外科にいたんですけれども、ある縁があってですね、雲の上に上げていただいたんです。で、外科医との距離は結構大きかったせいで、その頃自由采配が、できますしね、若者がこういつもいて、若者との日々、皆さんとの、ね、日々、それから座れる京王線電車、ストレス低下、ね、ただし、ただじゃないんですよ、天井の国の住民税は、この世界の年俸の 30% もかかるんですよ、毎年ね、これで得たんですよ。ところが最近ですね、その状況は同じだと思うんだけれどもね、この雲がずっと下の方に降りてきてるんですよ。税金はものすごく高いのよ。でもこういう良さがなくなってきてるなと、なんとか若い人にはかわいそうだなと思います。電通大との最初のご縁はフランス出張で、第五世代プロジェクトの最後のですね、ワークショップがレンヌというところであったので行きました。それでパリに帰って遊んで、パリビジョンのバス。ね、パリビジョン。で数値計算国際会議に取られたこの大学の浜田穂積先生もリタイアされた名誉教授ですけどね、日立電通だと言われた方ですが、浜田先生がですね、久しぶりとぱったり会ったんですよ、ここで。久しぶりだね、どうしてる、電通大で打楽器を作ってるよ、状況を調べてみるから検討してみたらとおっしゃってくださったんですね。それで私、ありがとうございます、帰国後ロングリストを見ますということでお別れして、これが最初の縁でした。それで呼んでいただいたんですが、S 専攻発足1990年平成4年、隅田学長さんの時に、我々 S 専攻、みんなですね、西地区の欄にバラバラにこう入れてもらってたわけです。前川さん、安田先生たちこっちいらっしゃいましたね、この建屋。前川さん、加藤さん、三巻先生、亡くなられた星さん、渡辺、星野先生、若林さん、岡本さんですね、こっち叩くのとかこうって、こんな状況でした。で1996年、年次進行でですね、SNU 進行、専攻ができて、平成8年の図式です。赤色がですね、NS 専攻で、菅さん、中岡さんたちね、みんなこっち、本館の方いらっしゃいましたね。それから、U 専攻の人たちは緑色でですね、こういうところに、箱崎さん、湾方が、東地区だ、太田さんがこっちにいるっていうのは、小池先生、小林先生、こんな感じでしたね。住民を始めたきっかけをお話します。調布駅の北口に降りたときにですね、中国産の筋です、安くしときますよってやってたんですよ。で、本当かいなと思ったけど、まあ、筆は一応使えるから、憧れの山水画をやるかというふうに思ったんですね。それで、学生職業の修了記念としてこれやってきたんです。画題はいつもトンボツ、これですね。で、おむすび顔の子供たちとね。絵と裏地張りは教授が描く。学の購入は1年生。ただでやるんじゃなくてね、誘導員名簿と機械にプレゼントするということでやってきて、100名ぐらいになりましたね。それでなぜですね、おむすび顔なのかって言いますとね、家族と一緒に相模川に行った時、石ころに教えてもらったんですよ。いい形だ、顔にしよう。これです、これ、ね、いいでしょ。自分でも真似して描いておいたら、なかなかいいな、これにしようと。それまで楕円形の顔だったんですけど、こっちも絶対いいと思ったわけです。ただその、ただではやらないね、従業員名簿というのを作らせてね、作りましてね、駅前の将軍堂で買って全部で3冊になりました。こういうものですね。それでこれ記入名ですね。これ従業員番号ナンバーの今日来てくれてる高原智夫君の、若いですねまだね、こういうの。それで記入名ですが、学生さん任せで本当の情報、個人情報を書きまくりでいいんです。でこれはなぜこの研究室を出ることになったかというと、給料が不満だからだと。ほんで一時金何が欲しいって言ったら、先生の長女をくれと。水墨画ももらったよって書いてあるんですよ。俺は野村総研に行くとこう書いてるわけですね。こういうふうなことを書くわけです。で、あとこれとは別に電通大水田研究会っていうのを施設サークル作りまして、2003年から今まで20人ぐらいはいるんですが、ほとんど名簿会員ですね、部屋の入り口にずっともう、10年以上これかけてるんですね。なかなか人は集まりません。はい、それでは次にですね、PRDC の研究というお話します。パターンリプレゼンテーションスキームユーディングデータコンプレッションという話ですけど、電通大に呼んでいただいてですね、日立時代にはなかったですね、新しい環境がございました。まず著名な情報理論グループが間近に、佐藤博先生ご自身がですね、名誉教授でデザイアされてますけど、レオン・ブリュアムのですね、著書情報理論というのを訳しておられます。私も大学時代に読んだことがありました。物理学者の人なんですね。でそれからあと活躍する現役の研究者、
丹先生、小林先生、星、長岡、森田、伊藤、橋本、川端、岩木先生というんですね、こういう方は大活躍されているのが近くにいらっしゃって、こういう環境からね、学部で育って IS 研究科に来る学生もいっぱいいるわけですね。そういうことで私は情報理論の動向を知ることができたんです。シャノン流の伝統的アプローチとですね、コルモゴルフのですね、新しいアプローチがあるというのが分かりました。情報理論分野のお二人ですけど、こちらがシャノンで、こちらがコルモゴルフですね。で、二人の見解を簡単に、ちょっと間違った、もういい加減なところもありますけど、それはご容赦願ってですね、書きますと、天国の神様はですね、君たちお二人、A が100回並ぶ列 AAA をどう考えますかって質問されたら、シャノンさんの方はね、確率 1.0 の A の列です、曖昧した0です、 A の後に A が出る確率も 1.0 ですって、こういうふうに答えられると思うんですね。とはコルモゴルフさんの方はね、A が100個と6文字で書けたから、全部で100文字が6文字書けたから、複雑語は 0.06 の複雑さの特性ですよと、例えばこういうふうに答える。ちょっとこれあんまり正しくないんだけど、我慢してくださいね、これで。そうすると、この2人の見方の違いが工学にどう影響されるかなんですけどね、シャノンの方はですね、文字列 P をたくさん集めよう、文字発生の確率法則 P を調べよう、P を、まあ、通信系のですね、通信システムの設計解析に利用せよと、こういう立場になるわけです。で、コルモゴルフの方はですね、何でもこなせる計算機 M を用意せよ、M 上で走り、文字列 P を作れるプログラム P をたくさん考えよう、その中で最も短い P の長さが T の本性である K を T、コルモゴルフコンプレックスと呼ばれますけどね、だと考えようと言ったわけです。それで現場の方からこれ見てますとですね、シャノンのは現実的だけど、ゴルモゴルフのね、この M とかね、P ってなんじゃいと、そんなものはできないからこれは無理だ、だからこの KT なんてのは空論だというふうなことになるわけですね。ところが、頑張る人もいまして、K オブ T の近似研究をやったですね、ヤコブシフとかですね、そういう偉い人がいましてですね、まあ、通常の計算機を M として使えばいいじゃないかと、だから T の中の部分語を徐々に学習するプログラムを P として使えばいいじゃないかと、で P によって T を圧縮してですね、KT のコルモゴルフのコンプレッションの近似にすればいいじゃないかと、しかもその近似はですね、だんだん長いテキストになるとシャノンのいう情報量に前近するんだよっていうのを数学的に証明してみせたりしたわけです。で彼らはですね、じゃあそのね、学習付き圧縮機を作ろうっていうんでですね、こういうふうにしたわけです。ジップとか、その後ウェルチなんていう人が活躍してますけど、まず A がずっと長いのがね、10文字があるとします。でここにですね、辞書を1個つくんです、壺に書いてあります。その中に1個だけですね、 A という文字に1っていうタグをつけたね、札が1個だけ最初入ってるんですね。でこの辞書を使ってこの文字を左から読んでいくんです。 A1 しかないですから、ここまでしか読めないんですね。で1って書いてあるから、1これ出力なんです。1を出すんですね、はい、1が見つかったよって。でところがですね、これでは辞書増えませんから、ここまで見た状態で1文字先にカンニングするんですね。そうすると AA となってると、あ、新しい文字を見つけた、 AA というワード語が見つかったっていうんで、 AA をここに登録するんです。で今1番はもう使ってるから、これを2番にしようっていう単語ができてるわけですね、になる。それで、それが済んでからね、今ここまで済んでるんで、まだここから先行くわけですね。これカンニングしただけですからね、まだ実態はこの青いところに止まってる。でここから先読むと、ここに作った AA が2があるじゃないですか、ここまで読めると、じゃあ2を出そう、こういうことをずっと続けていくとですね、だんだん伸びて1、2、3、4で4文字に、ね、表現できるんです、これはね。 ですから全体の10文字が4になったから圧縮率 0.4 だと、こういうふうなことをやるわけで、圧縮率としてもね、いろいろね、アーカイブを縮めるのに役に立つということになったわけですね。それで、圧縮率特徴量による汎用認識機構機能を研究開発しようとした同期なんですが、脳の認識能力はですね、万能性がありますね。文章、音、画像、みんな脳でね、認識できますし、しかもその認識能力は自己組織的で誰にもプログラムされずに作れるわけです。ですからですね、この圧縮性っていうのを使ってですね、計算機で多少でも真似ができないかなというふうに考えて、学生さんたちを深めていますということでございます。それで原理はですね、圧縮専門委員会方式と、まあ、例え話で言うとこうするんです。例えばある文字をですね、圧縮した辞書を持っている委員を一人ここに座らせてですね、別の文字を圧縮した辞書を持っている委員をここにも座らせて、で2人で委員会を開いて、まあ、2人だけの場合ね、2人委員会を開いて、机の上に ABBAB について議論してくださいというわけです。道テキストね。そうするとこの人はですね、 A しか知りませんから、 A は1だなっていうのは知ってるから1が出せるけど、次は何も知らない、これ知りませんから BB とやるわけですね。だから 1BB1B になって全然圧縮できないわけです。だから圧縮率 1.0 になるわけですね、 A さんの委員の方は。ところがこちら委員2の見解ではですね、辞書いっぱいいいの持ってますからね、5、4、2だっていうわけです。だから 0.6 なんですね。
そうすると2人の委員の議事録はですね 1.0 の 0.6 になってベクトルになるわけです。これをもってですね、この机のあるも上にある今来てる目下のこのテキストのね性質にしようというわけですね。そうしますとですね、認識用の特徴ベクトルとしてこれが本当に使えるのかっていうのが問題になります。それでこれ後で数学的に私考察してみたんですが、一つのテキストは一つのベクトルにユニークに変換される、似たテキストは似たベクトルになる、こういうことが大事なんですね。だから適当な辞書を増やして特徴空間の分解能を向上させることができるとか、まあこんなことをちょっとまとめました。それからあと適用対象を考えたんですね。これは普通の認識じゃないなと、文法定義が難しい従来定数な曖昧対象の大まかな認識だけに向くだろうというふうにこう考えたわけですね。でもそういうところは手つかずだからどんどん やろうというわけです。それで PRBC という名前さっきの作った大きな概要はこれです。とにかくいろんな画像とか音とかいろいろあるけど、一次元テキストに一旦は持ってこようと。それでですね、このテキスト集まったものからですね、圧縮辞書分、すなわち委員会を作ろうと。いろんな委員ができると。この委員たちにですね、この未知テキスト入っていくと議論してもらおうと。そうすると委員の意見がいろいろ出てきて、ベクトルになって出てくる。これがですね、入力されたテキストのですね、特徴を表していると考えれば万能性があると。まあ、ここは万能じゃないですけどね。こういうことです。で、画像認識やろうということにしたんですが、伝統的手法ではですね、例えばこういうのをね、画像認識するのに、もう住宅とか森とか道の統計モデルをですね作るわけです。例えば町のところにもよくマッチングするですね統計モデル、こういうところにマッチングするモルポイントがいろいろ作るわけです。それからこの画像を提示してですね、これと照らし合わせて、マッチングさせてですね、あこの部分は道がここにあるじゃないかとかですね、ここのところは住宅だよ、ここは森だよ、特にこう言わせるわけですね。だからこれ人がこれを伝えなきゃいけないんです、いち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 。宇宙航空画像なんかではこんなことやってられないのが分かりますね、まあ、でも道路なんか一生懸命やって有名な論文もあるんですよ。で PRBC ではですね、画像のテキスト化するということにしましたから、画像の二次元データをですね、とにかく一次元のこういうものにするわけです。そのためにまず画像の最小全域っていう似た色のところをずっとつなぐですね、木を作るようにしました。それでですね、次に木を左上から入ってですね、ずっと似た色のところをこうトラバしてたどっていくわけです、こういうふうにね。そうしてですね、各このノードにつくたんびにこの符号化キーっていうのがあるんですけどね、例えばブルーの色のノードに横方向から入ってきたら A という文字を出力せよって書いてあるんです。これはですからこう横からブルーに入ってきたから A が出るわけですね。あとこういうふうに言うと縦に来たから B が出るんですね。 ABB こうなります。そうすると川のような部分がここに来てですね、この緑の部分がここに来て、赤色の部分がここに来て、こうちょっと飛ぶこともありますけどね、こういうふうなテキストが出るわけです。それでこの符号書きはですね、この色とですね、この画素の色と、それからここで作ったですね、類似した色をつないであるっていう、色の等高線ですね。それはこの画像の持ってるオブジェクトの形状の近似的な局所的な形状を表すんですけど、そういうふうなものを同時にですね、符号化しているということがわかります。でさて、この原理と特徴空間をどう作るかというのは、さっき委員会を作ると言いましたけど、2つの方法を考えたんですが、1つは二段階法でね、まず準備委員会を作ります。テキスト群をいっぱい集めて、そこからランダムに、まあ、2人ほどこの場合ね、委員を連れてきて、委員会を作って、その机の上にですね、このベッドにいっぱいこと入れて議論してもらったら、こう分かれます。それでクラスターが3個あるなと分かったら、ああ3つの委員会を少なくとも委員を選んだ方がいいんだなって、分野別委員をね、道、町、森というふうに決めてですね、3人の本委員会ができるわけですね。あとこれを全部この中に放り込めばですね、あといろいろ似たものはこれでこれとこれは似てるなんていうことができるわけです。もう1個の独立化法というのを考えてるんですが、これはそんなことせずにですね、テキスト群をあらかじめ短いこう長さにストリングにもう切っちゃって、その似たものをですね、集めてしまって、それらを圧縮してですね、もう最初からね、専門委員を作ってしまうと。そうするとかなり直行したですね、独立直行のですね、空間ができて、ちょうどあたかもこれをですね、最近これやってるんですが、グラム・シュミットのリニア空間、直行空間を作る方法に似たようなね、ものがここに出てきます。それで PRDC の応用ですが、航空写真部です。今日来てくれてる杉原さんのね、懐かしいね、東京都のね、航空写真を何百枚か全部自分でコピーして、これでクラスター解析してくれましたね。 C1 は海のある島、C4 のところにですね、皇居のように森と住宅地、C7 のところにですね、川と住宅地、 C8 のところにですね、まだ緑が残った市街とかですね、こういうふうなのが分類されるわけです。さらにですね、地図も作ろうというのでですね、海のところがブルー、
道路がここにあるよとかですね、それからグリーンがあるよとか、こういうところがね、裸の土地になってるよとかいうのはですね、コンピューターが自動的に作るということもできたわけです。音楽分類もやりました。これも今日わざわざ韓国から来てくれたパクさんの仕事ですね。懐かしいね、フォーク、アンソーネ、ポップとか音楽いっぱい集めてくれてですね、1分ぐらいの厚さだったな。それをこれでクラスター解析すると、まあまあ綺麗に分かれるというふうなことが分かったわけです。それでですね、2000年頃ですかね、起床した時に父の一言が言いたかったんですよ。こう言われたんですね。故郷を離れて長くなるが、研究者として何をやったのかと。これ耳が痛いよとね。もう長く論文を書いてないし、学生さんと楽しんでやるけど、まあ中身は理解してもらえなくてもいいから、形だけでも親孝行しなくてやと思いましてね。それでちょっと他のことを掘り投げてですね、論文を過去 PRDC10 年の総括報告を書いたんですよ。それがこのトランザクションパーミのね、この黄色の本にこうね、冒頭論文に載せてくれましたけどね。それでこれを父に見せましたら、まあ中身は分からんが研究してることは分かったよって言ってくれたんですね。でこれが最後のね、こういう話を父とね、したのはこれが最後で、もう しばらくしかなくなったので。ところがですね、それから7年経った2009年にですね、ルーマニア航空宇宙局会議から突然招待コインが来て、君のあの論文面白いからね、やってるよと、見たことやってるからね、招待コインに来てよって呼んでくれたんです。それで神さん連れてこれ知らんやってとこ行ったんですよ。その次の年もね、今度はパリ工科大学で PhD の審査やるから来てよって言ったから、これも行って、その次はイタリアでやるから来てよって言って、この時は地震でね、行けなかったので、あれです、アーカイブ、CD 作って渡したらね、40分それをかけてくれたらしいです。それから2012年、ドイツ航空局で、これ去年行ってきました、招待講義でしたけど。ということで、この話はですね、そうかすると EU でのコロモグロフ複雑度を使った衛星画像処理研究のトリガーにはなったなというふうに思っております。これはそのルーマニアのシナイアでやった時のね、招待公演のですね、最初の冒頭見開きです。いつもこうやってね、コンソ解体して遊んでるんですよ。これはその時にあった、このザックさんというのがね、IEEE のその、ジオサイエンスっていうのかな、そっちの有名な人みたいで、この人がなんかえらい気に入って呼んでくれてるんですね。こっちは PhD の学生さんですね。その時に来たルーマニアの古城ですが、なんかこうね、トランシルバニアの青い空とですね、なかなかいい街で綺麗でした。ドラキュラの里が近いところですね。これはパリ工科大学で行った時にね、私は乗ってないから、この子のね、さっきのこの PhD 審査に行ったら、この人がグレーっていう人なんです。グレー構造じゃなくてね、ベクターコンタイザーゼーションのグレー先生で、こんな本書いてる。なかなかいい先生でしたね。シャノン賞を取った人らしいですけど、こういうのと初めて一緒になって、よく議論してくれて面白かったです。去年行ったのはドイツ連邦航空共和国の DLR ですね。こういうところに行きました。それで、近くの湖ですね、ウェスティンコっていうのがあるんですが、そこで泊まって、朝散歩した時に撮った写真ですけどね。これ写真なんですけどね、あたかも絵を描いたようにね、非常に美しいね。まあ、ドイツこの頃の後も晩秋ですね。霧が多いですね。それにね、それの効果でしょうかね。すごいこうファンタジックな感じですね。で、あとダックさんから感謝メールが来たんですが、まあ、ここに載せるべきかどうか考えたんですが、まあ、訳すとですね、2002年のパビロン本を拝見して以来、まあ、このことがあなたはパターン認識世界の全く新しい方向を開いたと感じていますなんて言ってくれててですね、いや研究仲間で特にそういう知らない人だったのにですね、こんなことを言われるのは一生でも初めて終わりでないだろうと思ってます。でも一応こんなことを言ってくれたと。で、 PRDC 関係の論文ですけど全部で15件ありますが、ここの部分が今最近黄色のやつです。で、学生さんとね、いっぱいやったんですが、ここありますね、どんどんそういうの。学生さんの名前はもうこう書いてないですけどね、やりました。それではですね、従業員名簿のその後についてお話しします。教授の重要仕事の一つは従業員名簿のメンテナンスなんですね。さっき墨を渡してその場にこれ書かしてるわけですからね。で、状態更新、勤務先、住所、メールで、例えばこうね、こうめでたいことがあったら写真くれるから貼り付けます。彼女ができたらね、写真くれるから貼り付けます。それから製品販売状況管理っていうのを私やってるんですよ。あとセレモニーの祝辞っていうのもありますね。それらにこれを最大活用する技をお見せします。まず製品販売状況管理ですけどね、売上、売り切れ、長髪の美しい方がお買い上げって、これ私書いてますね。次、これはね、2人で私のところに来てくれたんです。韓国の子ですけどね。で、女の子、その彼女にね、
赤いペンを渡してさあ書きなさいって言ったら李霊心がもらい受けました平成5年4月22日ちゃんとサインしてくれてるでしょ。それからこれはね慎重に販売した例ですけどね、2010年秋に売上完了でも内定って書いてあります。2011年に仮納入したと、2012年の6月9日に、山手線を先にて正式納入があったというふうに私は書いてるわけですね。こういうことをやってるんですよ。あと仲人挨拶の雛形、これやって日立製なんですね。ちょっと読んでみます。製品取りが近づいてるでしょう。〇〇様、この度は当社製品〇〇〇をお買い上げいただきありがとうございます。第1パスで、ね、次、本製品の開発計画特徴は〇〇です。3、お取り扱い上の注意事項は〇〇です。特に乱暴な取り扱いはご遠慮願いますと。4、故障した場合は〇〇で復帰します。5、在庫期間が〇〇年と長く、保守部品はありませんので、部品は大事に使ってくださいよと。6、また製品一式のお取り替えのご要望には絶対お許しされますので、あらかじめご注意ください。で、年月変えて開発責任者は試し運転って、これで終わるんですね。この赤いところをですね、昨日の従業員名簿から持ってきて写せばね、もう20分ぐらいでこれができちゃうんですよね。普通結婚式でね、泣くと頼まれたらすごい時間かかるでしょ。この技はすごく日立のでもオリジナルです、これは。ということで、ちょっとすみません、長かったんで見せました。次にですね、自分なりの情報システム学って、最近セミ学って名前つけたんですが、はい、失礼しました。セミスという人をつけた。これ話しますね。ですね、IS 研究科開発の頃の会議です。安原先生いらっしゃって、前川先生、藤野先生、星先生、渡辺岡本先生とかあって、で、机の上に並ぶとですね、よくこういう話したんですよ。情報システム学を作りましょう。計算機科学よりは広いね、とかね。で、私はこの頃ですね、これはまあ長い、息の長い課題で難しそうだから、ね、研究で学生と一緒にやるとね、学生を殺すことになるからやめようと。学生はさっきの面白い話の方がきっと餌ついてくるから、こっちは私が授業の方でやろうって考えてね、以来20年ずっとこの路線で授業したんですよ。で、まず、情報の性質から学生に授業するんですね。こうすると情報自身は無である、重さなどがない、他の実態を変えてのみ自分を表現できるんだ、紙、石、電流、何でも使える、それから何でも表現できる、宇宙の法則から恋愛感情まで、ラブレーターかける、で、時空を超える、イースターや時を超え、法則で伝わることによって空間を超える、だから操作が容易だと、保存、変更、コピーが自由自在にできるんだね。これが情報だと。それでですね、情報が中心になってね、永続記憶プロセス、PMP でパーペセルメモリープロセスで書きましょう、何のようなものを定義しましょうということです。で、PMP は括弧して K と R のペアである。K は何かというとですね、知識、すなわち情報であり、非法改正であり、実態がない。で、実現すること、自分を実現できないから実態が欲しいから、それを R としてこれが実態であり、これは物理実態であり、法改正、壊れていく。で、略式、分かりやすく略式表現しましょう。はい、車ですね。ボディの部分が R です。運転席に乗ってるのが情報 K ですね。これを PMP、PMP って言ったらこの略式で、あと考えます。そうすると、PMP というのは永続戦略を持ってて、K が R を乗り換えて永続するという図式で、同期にするのはですね、わがままな遺伝子という本の中に書いてある思想ですが、図で書くとこうです。古くなったらポンコツは捨てる、次の車を作るなりね、仮のやつで乗って、また古くなったら捨てる、乗り換えて、で、この K の部分はずっと長い軸を永続していくんですね。それで PMP の歴史を、じゃあ何せ長く永続するんですか、歴史を考えてみましょう。太古の時代、単細胞生命の時はね、運転席に DNA が乗ってるわけですね。それで車体が細胞ですよ。で、ほどなくですね、植物というのが出てきて、車輪なんかいらないよ、葉っぱがあればこの世に生きていけるって、これいいこと考えたんですね。運転席にはでも DNA が座ってるわけです。で、ところが動物になるとですね、動き回るためにですね、どうも遺伝子だけではダメだと。だから脳っていうのができたんですよね。迅速動作向けですよ、これはね。でもともとこれは争いなんですよ。ね、受ける。相手を噛みつく、相手を通る、相手から逃げるってね、それが根源ですからね。これなかなか、まあ、だから動物はですね、運転席に2人座ってるんですよね。一家にね、旦那と奥さんがいてですね、両方ともこうやって張り合ったら何が起こるか分かるでしょう。だから動物はやっぱり植物よりもかなりね、低級じゃないかと私は思ってます。この問題が解決されてない、発展したつもりが問題を。さて、これはちょっと休憩のスライドですが、そういうことでですね、 PMP というのは変わっていくんですけどね、数億年前のですね、この多摩川の水辺での会話をもじったね。で、魚ばかりだったところにね、進化した PMP がね、両生類になって陸地上に上がっていこうとします。そうするとですね、ここら辺の魚はきっとですね、やめとけやめとけとかですね、前例がないとかね、
リスキーだとか、よくね、君らも今会社なんかで今でもまあ聞くと思うんだけど、こういうことが数億年前もですね、こう水辺でね、置かれたんじゃないか。これは休憩のスライドでございます。さて本題に戻ります。PMP の歴史で今度は人類の方ね、産業革命の前、人はこういう PMP ね、自然語でお互いに話します。外部にですね、ルネッサンス以降、頭の上に重しがあったのが取れちゃったので、外部文化がだんだん増え出します。外部知識ね。これとの間も自然言語で話します。これがですね、産業革命以降はですね、道具がどんどん発明されて、PMP はどうなったかってね、足の下にまた道具ができちゃったんですね、こういうふうに。こんなになったんですよ。ね、これ人間。車持ってるでしょ、みんな、ね。洗濯機もあるしってわけですよね、こういう構造。で、文化もどん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 増大してね、大きくなってきますね、こういう構造。で、今どうなってるか私が考えてみたのはこれなんですよ。21世紀以降どうなるか。要するにその外にできたですね、DNA ね、外にできた情報の分がものすごい巨大化してですね、それ自身をどう面倒見てくれるんだっていうのが、ね、車体が必要になってきてるわけです。それが情報システムだろうと私は思います。だから計算機とかネットワークとか文化を管理するですね、アプリケーションが全部ここ、立てるわけです。その外に我々、まあね、こう産業革命が来た、ね、人間がこうね、これの下にまたくっついてるっていうね、こういう図式がどうもあるんじゃないかと思ってるんですね。だからこれ新しい PMP というのが発生してるんじゃないかと。要するに文化が中心で、情報システムと脳と社会というふうなものがこっちの、ね、ハードウェアとしてくっついてるね。こういう2個構造体。ということは、10万年オーダーで人類史を考えてもですね、今大事件が起こっていると考えていいんじゃないかというふうにちょっと思うんですね。こういう構造が新しく生まれつつある。ただ一般にはこうならいっぱいないといけないんだけど、1個だけになるとね、やばいなと思いますよね。一つだけこの地球の上にこういうものが1個だけあるとね、非常にそれは安全性ないでしょ。さて、文化 K の因数分解っていうのをちょっと考えてみます。計算機以前はですね、文化 K は C1×PR プリ足す CN×プリで、プリっていうのは初等知識っていう意味です。全部に共通ね。だから括弧で、あと CK っていうのはですね、専門知識と括弧で因数分解できますから、 C1×CN×PRI になりますね。計算機以前はこうだった。計算機以後ですね、この C1 から CN の部分にもですね、どん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 計算機がペネトレーションに入ってきたために、C1 が C1'×LC とこうそれぞれ計算機の部分がみんなに入ってきちゃってですね、それを共通項として相当因数分解足すと LC が外に出て、 LC は何かっていうと情報システムの初等知識に相当する。それから残ったこの中のね、下方の形で残ってる部分が専門知識である。それで私はこれについてさらに考えるとですね、この今後ですね、さらにこの因数分解が進んで知識がどん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 増えて深まりますのでね、この C1' から CN' の部分もですね、もっとね、共通項で繰り出して、セムっていうのを繰り出した方がいいんじゃないかと思うんですね。そうすると、残る C1'2' CN2' は本当の専門知識ということになるわけです。まだそこまでいってないというふうに考えますね。考えます。で、絵で描きます。文化系の因数分解図式ですけど、計算機以前はですね、共通基礎知識、自然語とか常識、これがプリですね。その上に医者になるためにはその専門知識 C1、弁護士なら C2、建築家なら C3 がこう乗って、世の中でね、知識の構造を作ってたと考えていいと思うんです。それがこれからどうなるかっていうとですね、このプリの上にですね、情報システムレトラシーみたいなもので LC っていうのがこうできていて、その上に、ね、このセムっていうですね、これらがどん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 深くなっていくので追いつけない。だからなるべく同じところは全部つってですね、分野横断知識表現学ってセミっていうのがあってもいいんじゃないかと思うわけです。それで私が考えるこの情報システム学 IS 学の重要課題っていうのは、この2つの層をですねどうするかっていうことじゃないかっていうのが、私のずっと20年考えてきたんですが、私の見解です。それでですね、自分なりにセミストリーっていうのを作ってみようと思うことになりまして、目標はですね、世界の見方を教育する学問です。で、分野横断的システム表現と解析を目指します。名前の由来ですが、形式ばらない記述形式も歓迎するというので、半分ぐらいは科学的セミね、半分ぐらいは物語ストーリーで、セミストリーで、で、Google で引いてもですね、セミストリーは出てくるから、ケミストリーは出てくるし、いっぱい出てくるけど、こいつだけはなかったんでね、喜んでこの名前を言ってたんです。そうしますとですね、セミ学用のですね、これ世間を見る、反対したら関税でね、能のあれ名前になりますけどね、はい、セミ学用の言語へのどんな言語がいいだろうかと考えてみるとね、この2つの界面があって、コンピューターとも関係するからね、計算機言語とも近いこと、それから分野横断でね、他分野の知識の表現に役立つこと、それから専門家庭に、行く前にね、容易に習得可能であることが望ましいと。だからまあ大学初等教育ぐらいでいいんだかなと、大学の教育じゃなくていいと思うんですよね。
もっと高校ぐらいでやった方がいいかもしれない。でそのためにですね、私が独自で、まあ、これなんで見たなって1個考えてみたのが EPL ピーナッツという表現です。これは拡張ペトネット言語でありまして、EPN はですね、エクステンドペトネットっていうの略です。どこを拡張したかというと、ピーナスの文ですが、プレディキット、ネスト、デアージ、タルドでですね、述語、入れ子、アージ、時間というのになって、ピーナスですね。だから学生さんにはですね、ピーナス食べろ、ピーナスって覚えてもらってます。ペトネットの研究者、有名な人が何人もいらっしゃいますが、一番有名なこれがオリジンね。カール・アダム・ペトリ博士でハンブルク大学。もう亡くなりました。こっちは村田忠夫博士、イルノイ大学の先生で、これは IS にも来られてですね、私もちょっと手紙やるとしたことがあります。それで伝統的ペトネットの表現ですが、この世の中をですね、これだけのもので表すわけです。プレイス、丸い状態、トランジション、動作ですね、こう四角、棒、四角、ボックスですね、とか矢印、これが因果関係、矢印の上に重みがあったらこれが動作の開始条件で、丸い矢印の前に点線がこう書いてあったら、これは動作を禁止するインヒビターって言います。動作開始妨害。トークン、これは主人公、あるいは物と言っていいでしょう、黒丸。これで表していくんですね。簡単な例を示します。四季、日本の四季。春、夏、秋、冬がありますね。それから春から、ね、ここにトークンがあるから、今春だって言われてです。ので、1個取って夏に向かわせると、夏になるっていうね、動作が起こると、こっちに来るわけですね。こういうことで、ね、こういうふうになるわけですね。トークンがこう動くわけです。はい、それで化学反応を変えてみましょう。2つの、水素分子と1つの酸素分子から2つの水分子ができる反応の前に2つこうずつこう分子があって、こうこっち空っぽだったらですね、2個と1個取って2個作れって、これ書いてるんですね。で動作させた後はですね、1個残りますね。これがこれ使われなかった、はい、2個の水分子ができてますね。こういうことでございます。次に恋愛競合の状態を変えていくこともできます。一人の綺麗な女の子、花子をめぐって一郎と二郎が争っている図式です。まだ結論は出ていません。もしこっちにね、この2つの矢印が吸い込まれて、こっちで行くと一郎と花子の、ペアができるわけですね。二郎は振られたということになるわけです。逆だったら一郎が振られたというね、こういうのが表せているわけですよね。それで、ちょっと拡張、EPL ピーナッツの言語要素で拡張した部分がこちらです。まずプレースが拡張していません、ね、そのまま。トランジションのところですね。時間遅れと、それから疲労ですね、ああくたびれたと、あとしばらく何秒間寝させてくれよと、どんな刺激があっても一歩引かないよという、これニューロンなんかを表すために必要なんですけど、それから、ネスティとね、トランジションの中にさらにサブシステムを書いてもいいよというふうにしました。それからアークはですね、こうドットの後に黒い矢印、ドットの後に白い矢印で、この2つが重要ですが、これは、プライオリティとかですね、だからポテンシャルバーを表現するためにね、導入しました。でガード条件もですね、2なんていうだけじゃなくて、男の子だったら動作してもいいよとかですね、そんなことがこれ一回述語論理のですね、タームですけど、それを入れました。でトークンはですね、この黒丸だけじゃなくて24歳の男の子っていうふうなですね、こういうタームで表現できて、表現力を一回述語論理の世界まで広げようとしました。それから場合によったら、小学生でもですね、見てくれればいいので絵でもいいなと、不思議の国のアリスがここにいますというアリスの絵を描いてもいいんじゃないかと私は思っています。でこれはちょっと例ですけど、先出しバッファーですね。バッファーというのはですね、入力したものを受け取って、この中でずっと移動させてしばらく保持して外出すものなんですけどね、追い越しのないバッファーというのはですね、ここにインヒビターを作ってやるとですね、で個人的な従来のペトネットで書けるわけです。これどういうことかというと、ここに今もうトークンが入ってきてると、インヒビとしてこれ動作できないんです。となるとここへ入ってきてもですね、こっち行けないわけですね。だから追い越しができないって、追い越しなしのバッファー。これに対してですね、入出力優先っていうのをさらにつけようと。とにかくこのバッファーっていうのは何の目的に使うかというと、とにかくこっちからデータが来たら、とりあえず中に漏れこぼさないで受け取って、それから出してくれよって要求が来たらですね、早くなるべく早く出して、中の家庭内の事情は後でやってよって、こういうことが重要なんですね。そういうことをこれじゃ書けてないんですよ、従来のネットであれ。それで私のこのクルアージね、空っぽだったらね、腹が空いたら引っ張れ、4の力で引っ張るっていうような、こういうところに書いてあって、こういうプライオリティつけるんですね。この意味は、とにかく入力が来たら他のことほっといてもいいから、とにかくここ入れられれば、お急ぎで入れろと。それだとこっちのお客さんから見るとね、忙しい時でもちゃんと受け取ってくれるバッファーになるわけですね。出す方ね、おい早くくれよ、仕事くれよって、交流の方から、課題の方から言ったら3のプライオリティ動きますからね、それにも早く対応してくれるというね、入出力優先が書けるわけです。これはですね、秒数を測る時計ですけれども、これですね、
ここに最初 N 秒で60秒設定しておいてですね、開始一発でやるとトークンがここに入って、これがですね、ずっと回り出して、これ一個一個吸い取っていきます。でこれに1秒間ね、スタンタイ式トランジション01っていうのがあって、1秒間だけもうくたびれてですね、動かないと。そしたら次にまたすぐ動ける、でも動くっていう、こういうのを入れてやるとですね、1秒に1回これがコトコトコトコ回って、これが空っぽになった瞬間にこのインヒビタが溶けて、ここのトークンこっちに行ってアラームがバーッとなるということになるわけです。でハノイの塔ですね、これは問題は、まあ、ご存知の人も多いと思いますが、3本棒があってですね、大中小のこの輪っかが入っていると、これを3の上に大中小の順に移せと。ただし絶対に小さい輪の上に大きい輪が来ちゃいけないと、そういうことは絶対あるなということですね。でそれの答えの解法アルゴリズムをこのね、入れ子のトランジションで書いています。全体の問題1から3にですね、このね、輪っかを移す問題はまず、2個ね、1個少ない状態ね、2個、この上の2個をですね、2に移し、ね、それからこの残った1を3に移し、ね、3に移し、それから3にある2個をですね、この2のね、上に移すっていうね、そういう入れ子のトランジションね、そういう再帰構造で解けます。だからこれをプログラム書けば、これ解けるんですよ。はい。あと宇宙船内の永続システムって書きましたけどね、こう、人間とですね、プロレラとバクテリアがいればですね、美味しい食物や食べ物じゃないんですが、とにかくね、永続系ができるっていうのを説明したものです。人はですね、酸素を吸って食べ物を食べて、二酸化炭素を排出して、糞尿を排出しますね。バクテリアはですね、糞尿は美味しい美味しいって食べてくれてですね、ミネラルを作るんです。そうするとプロレラはですね、ミネラルが美味しい美味しいって、二酸化炭素も美味しい美味しいって食べてくれて、酸素を出すわけですね。で、プロレラ自身はすごい量で増えますから、それを人間が食べると。いうことでですね、こういう図式、これちょっとわざとずらして書いたんですけど、そうしますとですね、まあ、こういうものはこの中はね、無事に動いているときには何にも支障なく動きますから、もうこんなないと同じで、結局ね、太陽光線だけがあればですね、生存できる生命圏ができるというのが証明できたりするわけです。次にミニ経済システム、村のパン屋という名前で学生たちを喜ばしてきた例なんですけどね、ここにパン屋があります。ここに銀行があります。ね、こっち、よその町があります。パン屋はですね、銀行はですね、貸し出し後と金庫を持ってます。貸し出しという動作と返済という動作が銀行のものすごく大事な動作です。はい。それでパン屋さんはですね、銀行の、ね、から金借ります。それで、お金払ってね、隣の国からね、小麦粉をもらってきます。それで村人たちが来ります。で前払いです。簡単な前払いで雇ってですね、働かせます。村人たちは飲まず食わずの2週間はね、何にも食わないで働くことだけできるんですね。そうするとパンができます。ああ、やっと腹すいたって言って帰って行ってですね、その時にもらわせ給料もあることだし、このね、できたパンもですね、ここでね、パンを買うことができるんですね。で、よその町に輸出することもできるんです。パンを売るとお金が入ってきます。そうなるとですね、パン屋さんはですね、金庫の中にはお金がね、まあ、とにかくまた戻ってきます。それで銀行に行って返済します。まあ、利子のことは今考えてないですけど、返済します。そうすると貸し子から消えてですね、金庫に金がたまりまして、ぐる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 ですね。で、ある日突然、政府自民党の方からですね、貯金準備率を上げろっていうふうなね、命令が来たとします。があったでしょ。そしたらここにですね、こういうね、トークン、プレイスができてですね、アージアークっていうのがね、プッシュアージなんです。こうやると、これはどういうことかというとですね、これのここのトランジション、この動作をやれっていうことがですね、すごいあの要するにせかされる、強制されることになる。そうすると何が、でこちらの方にインヒビターも書きましたけどね、何が起こるかというと、返済をね、一生懸命させるというのは貸し剥がしですよ、要するにね、貸し剥がし出すんです。これ貸し出しはしなくなる、貸ししぶりですよ。そうするとこの図も見ると一瞬のうちにね、こっちお金が足らなくて村人はもう失業してですね、パン屋も行かなくなるというのがもう目で見て取れるし、シミュレーションすることもできるんですけどね。ということはミニ経済システムが入る。で受講生の感想なんですけど、まあ、20年これやってきてるんですけどね、まあ、少しずつ変えながら、一応何が取得できましたかって聞いて、過去3年間ですけど、知識技術って言ったのは70件、考え方発想法が60件で、驚き感動発見って目から鱗ってやつですね、20件ぐらいで、これはまあダブル回答を許してるんでですね、一人一人じゃないんですけど、これがこの傾向がずっと過去ね20年続いてるんで、この授業は結構みんなのためには多少なったかなと思います。ただしさっき言ったように、学会活動じゃなくて、これは学会用じゃなくて授業用でね、でやってきたんで、はい。それでは次の思い出などに行きますね。研究室のホームページとマスコット猫です。こんな研究室ね、ホームページあります。なかなか優しく見えるからね、気弱な
学生があまり来てくれちゃ困るんだけどね、まあまあしょうがないね、面倒見てます。これは一番下の娘がね、描いてくれたね、ムササビ猫で、いつもこれでですね、学生さんたちにアピールして、こんなものが揃ってるからこの研究室に行くとなんか気持ちよさそうだって言ってね、だんだんサボる学生が増えてきてじゃ困るんですけれども、これどうですか。2001年の熱海合宿とかね、これより前はね、データベースが吹っ飛んでないんですよ、残念ながら。富士サファリに行った時のね、ライオンを抱かしてくれてますね。シウロンの追い込み時期になると、これはどこの研究室でもない、こういうことやってるんですよ、ね、シウロンの追い込みで、なんとか合格したらこの騒ぎね、この騒ぎ、さっきのあれね、あ、ごめんなさい。で、これはね、階段があるから伊香保へ行ったんですね。今日来てくれてるね、諸君もいいと思うんですが、伊香保、これは暗いけどね、2004年の忘年会かな。で、研究室の内側行けど帰りで、これは銀座かどっか行った時じゃなくて、山手線の下のどっかね、飲み屋に入り込む時じゃないかと思うんですけど、違うかな。これは正式な服着てるね、2005年の終了式。こんなの面白いのがあった。これ一緒に行ったんじゃないけど、まあ、学生さんたちですね、時間があるときにはですね、自分たちで勝手に誘い合って、これはタイに行ったみたいだけどね、旅行なんかしてくれてたみたいなんですよ。まあ、僕は一緒に行けなかったけどね、まあ、楽しんでくれたなと思いました。2009年の忘年会。で、九十九里浜合宿。残念なことに、この和也君っていうのがですね、この後ですね、事故で亡くなっちゃったんですね。研究室で亡くなった学生一人います。さて、博士とか修士の指導ですが、博士の指導が6名しかないのでですね、これはちょっと努力不足でしたね。その代わり審査協力まで入れると、うず高く積もるドクター論文ね、45名もいます。修士は講座で98名になりました。で、講座運営でのご縁ですけど、継承略で書いてありますが、JR 総研の木村先生、八ヶ先生。八ヶ先生はもう亡くなりましたけど、最後に別れるときにですね、お辞めになるときに、私はスイカっていうカード の全体のデザインプロジェクトのヘッドをしてましたと。で、私今から今すぐじゃないけど、しばらくしたらそれが切符の代わりに使える時代が来るでしょうと。で、さらにしばらくするとそれが買い物ができるね、カードにもなるでしょうと。で、そのカードを見られた時は、まあ、私のことを思い出してくださいねって言って言われて別れたんですね。それからしばらくして海外発表の途中で壇上で亡くなられたっていうのを聞いてびっくりしたんですが、そういう思い出があります。NEC の方から小林先生、中野先生、北村先生、それから客員の准教授では JR 総研から月井先生、海野先生、NEC から番地先生、八木先生に来ていただきました。准教授としてはしばらく田野先生、それから今ずっと小林先生と一緒にしています。助教としては菅原先生、横浜先生、長先生で、まあ、この方たちと一緒にですね、講座運営のさっきのようなことをやってきたわけです。事務関係ではですね、日常の業務は本部、事務の方、もう数え上げられませんが、S 専攻でも10名ぐらいの方ね、パーソンの方、それからあと FS 機で5名の方かな、あと電通大美術クラブっていうのをやってましたので、その関係の方が、ね、やってもらいました。から通勤路の顔なじみも結構いるんですよね。私は歩いて帰ってた時期は結構長いので、これ隣のミルっていう猫なんです、仲良しです。これチコちゃんという幼稚園のアヒルでね、もう今では声かけてやるとガーってちゃんと伝えるで、パンをやりすぎてね、吠えちゃってちょっと最近はもうやめてます。これは雪虫の頃っていう絵なんですけどね、冬場になると雪虫がね、よくこう飛ぶのをね、やっぱり歩くとですね、自転車ではね、気がつかないものを見るんですよね。で、何よりもありがたかったのが、毎日座った慶応さん、ね、これはまあ、生き物じゃないけど感謝してるんですよね。最近発生したイベントをお知らせします。杉原君が卒業の時にピカチュウの人形を僕にプレゼントして言ってくれたんですよ。で、紐が切れて自室のドアから落下1月ね。なんかここ僕も一緒に帰りますって言ってくれてるような気がするんですね。もう一つ、こっち、キャノンの印刷機がですね、電源が故障で動かなくなりました、2月。私も一緒に去りますということでね、まあ、自力本願をモットーとしてきましたが、こうして過去を総括していますと、大きな節目はいつも、他力で作っていただいたことが、まあ、分かりました。大変ありがとうございましたということになるわけです、本当に。